こんにちは、みこです。今日はですね、個展で一番ご質問をいただきました。本当に毎日手作り食作ってるんですか？大変じゃないですか？っていうご質問にお答えしていこうと思います。というわけで、あんまり今日ココちゃん出てないので、ココちゃんが見たいのにという方はね、遠慮なくもバッテン押しちゃってください。はい、じゃあ行きまーす。これがね、今私の一番のお気に入りの部屋着なんですけど、これなんと何がいいってね、この腕のところこうやって内側に入れたらね、これだけで割烹着になるんですよ。ほら、手先が汚れないの。楽。ほんで、この格好で、親戚のおばちゃんにもらった、ちょっとなんかセンスが年上な感じのエプロンをつけてですね、これめっちゃ使いやすいから。ほい。ほんで、やってます。あなたのご飯作りだってよ、こうちゃん。はじめに野菜からやります。で、野菜で、今、ココちゃんが野菜室に入ってたもので食べれそうなものを出してきました。キャベツ、パプリカ、オクラ、人参、トマト、ごぼう、白菜ですね。それはどうやって判別してるんですか？食べれる、食べれない？いや、もうそれは覚えといて。例えば玉ねぎとかネギ類はダメじゃん。あ、本とかですか？あ、そうそうそう、そういうことですね。例えばアボカドとか私大好きだけど、まあ、ココちゃんにはあげないとか、まあそこら辺はちょっと、本とかネットとかで検索なさってみてください。で、とりあえず犬が食べれる野菜を出してきました。ご覧ください。半額とかそういうのですね。そういうのを私はよく狙って買っております。毎回毎食作ってるかどうかなんですけど、実は毎食作ってはいません。っていうのもまた作り置きをしてるんですよ。で、専業主婦といえどもですね、 YouTuber で、できたら1日1本アップしたいなって、無理な時もありますけど、なるべくそういう風にしたいなと思ったら、やっぱね、それなりにもう時間ないんですよね。だからなるべく作り置きして、時間短縮を図っています。でですね、この時期だと今だと4日分を一気に作っちゃいます。4日分ぐらいだったら、真夏は結構きついけど、そんなに腐ったりとかないので、でかつドッグフードとかよりも鮮度は高いと思うので、それでやっております。ちなみにそれ何なんですか、その今入れたの。そうか。まず炭水化物ですね。これそばです。これ10割そば使っています。 OK で安くなってるので、それを使ったわけですね。はい。今入れたのは、反対じゃん。今入れたのはこの元祖10割そばってやつですね。で、これを、炭水化物として一つの鍋に入れました。そして、こちらの鍋には小麦、押し麦入れます。だいたい半分くらいかな。押し麦、ちょっとね、ココちゃんの今までいろんなご飯を作ってきて、とりあえず今の年齢でっていうことなんですけど、タンパク質が一番多めです。やっぱりどうしてもお肉、魚ですね。まあまあね。で、そうですね。ちょっと多め少なめっていうのは、その時の食材のなんていうのかな、あるなしも関係してるので、なんかトータルで見て、レシピなしで作ってます。だからトータルで見て、例えば1週間とか1ヶ月とかトータルで見て、タンパク質がちょっと多めの野菜、炭水化物がちょっとみたいになるように帳尻合わせたらいいかなっていう感じです。何割ぐらいの割合なんですか？ 6、4。そんなね、しっかりしてない、しっかりしてない。便を見てる。ココちゃんの体調と毛づやとうち、を見てますね。だからそれで、ちょっとうんこ緩なったなとかやったら、例えば生野菜多かったかなとか思ったりするし、なんかちょっとお母さんの話やったら、カルシウムをたくさん食べるとあれになるよって、便がちょっと硬くなるよとか、そういうこともあるので、ちょっとじゃあカルシウム多めにしてみようかなとか、なんかそんな感じで決めてる。で、具案みたいにしっかりするのは、ほんまに具案の撮影の時だけ。それ以外は基本的にざっくりです、私は。はい、じゃあ行きます。ちょっとだけ火つけとく、弱火で。ちょっとね、弱火か強火かとか、そういうのはね、鍋によると思うね、正直。私使ってるのこれビタクラフトっていうやつで、お母さんが嫁入り道具として結婚のちょっと前にくれたやつなんですけど、これは、ね、割と弱火でもすぐグツグツなるんで、私は弱火でガス代を節約してやっております。で、なんか、なんで炭水化物を先に入れたのかなんですけど、なんか、あんまりワンちゃんってあれらしいね、炭水化物とかって結構消化しにくい体、やっぱし肉とか魚とか、そう、もともとお肉で、なんていうの、体を作ってきたじゃないけど、お肉を食べてきた、野生をね、そう、動物やったから、歴史から見て、だからお肉は消化しやすいねんけれども、
その炭水化物とかお野菜とかはたくさん食べてきたわけじゃないから、例えばウサギを食べた時にウサギの胃袋の中に入ってたお野菜とかがを一緒に食べてたから切るでしょ、こっち向いてたし難しいないや喋りながらやりなさいよそこで何の話だっけ、あ、そうそう、ウサギさんの胃袋に入ってた野菜とかもそのウサギを食べるついでに食べてたみたいな感じで、その葉っぱから取れる栄養素とかを取ってたらしいねん。一説ではですよ、なんかいろんな説があるから、私もプロじゃないから細かいことわかんないけど、だから私は野菜とか入れるようにしてます、うん、ちょっとね、もちろん、うん、考え方によってはね、生肉至上主義とかもあるし、ドッグフードが最高やっていう説もあるし、だから正解なんかわからへん。もうこれは本当にね、飼い主さんの好みとかさじ加減で決まると思うんですよ。愛犬の体調とか見ながらですね。でもちろんドッグフードばっかりだった子が突然 100% 手作りに変えると、あ、これ水洗ったっけ、洗ってたな、洗ってた、変えちゃうと好転反応って言って、ちょっとお腹が緩くなったりとか、涙だけがすごい出たりとか、おしっこがすっごい臭くなったりとかってするんですけど、まあ徐々にドッグフードで手作りしたいなと思ってる方は徐々に切り替えるみたいな感じがいいんじゃないかなというふうに思います、うん、ちょっとずつあれよね、量をこう変えていくの、そんな感じで、素人の私でもわかるちなみにでもこれ私でも作れますよね、これ時間かかるけど、そうね、そうね、まあ慣れたら誰でも作れます、うん、何のレシピもなくても作れます、簡単に。で消化が悪い子はミキサーでやるね。あ、そう、ね、ここも初めやってた。子犬の頃はね、ミキサーを使ってた。こういう消化にね。そう、野菜とか炭水化物とかはワンちゃんのその消化の負担になる、その消化しやすい食材じゃないので、本当にここが子犬の時はこういうブレンダーミキサーって言われるものを使ってもうドロドロに細かくしてました。それで消化しやすいようにして、ちょっとでも栄養を取れるようにっていうふうにやっておりました。で、今だいぶ慣れたから、うんちにそのまま出てくるってことはありません。んで、そういう個々の体質消化力に合わせた大きさに切ってます。だから、あ、ココちゃんあれくらいの大きさに切ってるんだ、じゃあうちの子もって、それじゃダメな場合もあるかもしれないから、うん、それは本当に細かいところから始めてみて、ね、で様子見ながら、ワンちゃんと相談しながらやってほしいなというふうに思います。で、ちょっとうっかりしてさ、根野菜から入れるべきなのに葉っぱから切っちゃいましたけど、喋りながらって難しいな、料理するの。ほんまにめっちゃ難しい。ちなみに今ココちゃんはどこにいるかというとここで何かを期待します。何期待してんの、今寝てたやん一人で。なんかね、これまでの経験上なんですけど、やっぱ人参とか大根とかああいう硬い食材、根野菜はちょっと消化するのがね、ちょっと大きいだけでね、うっかり固形で出てきたりとかするから難しいみたい。なるべくだから細かくするようにはしてます。でもブレンダー使うほどでもないしなと思って、最近はこうやってもう適当にザクザク切ってるわけですけど、これは人参今薄切りにして、んでちょっと細かめにしました。で、基本的に絶対自分のじゃない、ココちゃんの喉に通るような大きさ、喉の大きさにしたらええよっていうのは聞いてたので、それで やるようにさせてもらっております。どっちに入れようかな、小麦の方に入れようか。いや、で、なんで2つの鍋に分けてるかなんですけど、2つの味を作りたいからですね。2つの味っていうか、全く被らない食材で作ろうと思っています。2メニュー作ろうと思ってます。で、栄養的な、栄養的なっていうか、その理由はね、アレルギーになるべくならないように。えって聞いたじゃん。昔さ、同じもんばか食ったらアレルギーになるってやつやろ。そう、昔ほんと子犬の頃に、ココちゃん手作り食なんですか、どこどの方がいいようにとか言われたんだけど、動物病院の先生のね、ご指導をいただきまして、あ、そうだ、この間あれ捨てちゃったんだ、たわし。どうすんのそれ、手で洗おう、なんかね、動物病院の先生のお話によるとですね、アレルギーに、まあ、かかりやすい理由の一つとして、同じ食材を続けてずっと食べるっていうのがある。例えば毎日牛ばっかり食べてたら牛のアレルギーになりやすいし、ほんで
だから手作りなんやったら3回以上続けて同じ食材を与えないようにした方がいいよって言われたんですよ。だからうちココちゃん今2回食なんですよ。1日2回食朝と晩あげてるんですね。だから朝晩翌朝と同じメニューがにならないようにしてるんですよ。だから例えば朝これ食べて夜これ食べて次の朝これ食べるとかって交互にあげていけばとりあえず連続することってないじゃないですか。でもちろんちょっと冷蔵庫の関係で食材が被っちゃうことってよくあるんですけど、まあそれはもうしょうがないなと。そこまで気にしてたらやってられへんわと思ってさ。お金が足りない。お金も足りへんし、神経質にやりすぎるともう犬も気にするから、やっぱ飼い主のなんていうのかな、飼い主が神経質にピリピリってなってたりイラ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 とかしてたらやっぱわかるから、敏感やから。なんかもうパパと違って本当に敏感なんですよ。急にディスられたけど。いやいやいや、そんなことないけど。とある本を読んでてね、アク取り必要ねみたいに書いてたのよ。でちょっと今実践してるの。なんでアクとか野生の人アク取らへんね。あ、確かに。野生のワンちゃん。うん、なんかねそういう本もある。なんかどうやったら野菜の栄養をがっつり取れるかみたいな本を読んでたら、あ、私今まで真面目にアクとか取ってたけど必要ないんだと思って。ここなんか味よりも匂いで食べる動物だからさ、別にいいやと思って。人間はねアク取った方がその美味しいやろうけど、味覚というか、そう、味覚が優れてるから。そう、ですね、キノコ類は基本的に私買ったらすぐ冷凍しちゃうんですよ。冷凍した方がキノコは旨味も栄養素もアップするって書いてたんで、ほんまか知らんけどとりあえずやってます。で、まあ、チラッとキノコも入れちゃおうかな。ちなみに何のキノコですか？これね、舞茸としめじが入ってる。刻んでぶち込んでるだけやね。そうそう、要は刻んでぶち込むだけです。本当にあのね、普段のご飯はごった煮です。こっちもちょい強くしようか。本当にごった煮なの。あんまりね栄養素がどうとかね考えてません。あの人間のご飯だってそうだけど、いちいち栄養計算する人ってそんないないと思うんですよ。主婦でも例えば人間の子供ですごい成長期だから栄養のつけるものあげたいと思っても栄養計算カロリー計算する人まずいないと思うんですよね。でそんな風にして私も育てられたんですけど、なんとか33今まで生きてきました。ってことは犬だって同じだと思うんですよ。そんなにもうきっちりきっちり犬だから計算しなきゃっていう考えはなくていいんじゃないかなと思います。で私犬ご飯の資格も取得してますけど、そういうことも書いてました。あのそんないちいち計算せんでええよっていう感じで書いてたんで、うん、続かないよね。うん、続けられないね。ちょっと大きく切りすぎちゃった。パプリカも美味しいよ。で生でも揚げていいんだけどちょっと大きすぎたんで食べます。うん、ふん、パプリカとか別に生でトッピングしてもいいですよね。酵素が取れるから。でも、まあ、今回はちょっとトッピング考えないで煮込みのところをメインに焦点当てて作っていきますね。ちなみにどれぐらいかかるんですか、1回。あのね、4日分作るので、だいたい1時間くらいかな。うん。で、パパの手伝いがあると40分くらいで済む。混ぜる係がいるといいよね。そう、混ぜる係大事。ほんで、あ、野菜を選ぶポイントなんですけど、あのうちはもう基本的には、特にココが食べるものはなるべく無農薬でなるべく化学肥料が入っていないもの、使われていないものを選ぶようにしてます。もちろん 100% は無理なんですよ。売ってない時もあるから、あるしお金の問題でちょっと今月厳しいわって時は買えないけど、できるだけ、例えばこれとか、これも普通にスーパーで見つけたんですけど、例えばこれエコ農産物、農薬化学肥料を普通の5割減ですよとかね、まあ、普通の割合が知らへんねんけども、まあ、そういうの書いてるやつとか。大阪やん。あ、そう、大阪やな。で、これ。高いね。高いね。だから半額でこうだやん。そうやな、これ。そう、そういうこと、通常の料金だぞ。まともに買ってたらね、破産するとか。だからね。はい。でも、あ、美味しそう。洗いや。あ、洗うよ。いや、本当に美味しそう。それ人間も食べたいね。あ、もちろんですよ。もちろんですよ。ゴミ袋。芯とかは必ず取ってですね。ね、このさ、火加減が難しいなんや、この賃貸は。この物件ほんまにな、シャワーの温度の調整とかも難しいしな。いや、急にご不満が出ました。そんなことないけど。いいとこもある。いいとこもある。はい、じゃあちょっと鍋の中見てもらおうかな。
そば、ごぼう、きのこ類でトマト入ってます。小麦と人参とパプリカ入ってますね。はい。ちょっと食べ合わせで気をつけてんのとか、ほんま、豆腐とほうれん草一緒に入れへんとか、その程度です。私の知識はその程度なんですけど、今のところこんな感じになっております。はい。炭水化物と野菜が終わりましたので、次はタンパク質を入れていこうと思います。で、ですね、ちょっとね、ご覧いただいたらわかると思うんですけど、半額でございます。で、これなんか、マグロの血合い100円だし、これもね、ちょっと安めの、イワシなんですけれども、ね、毎回手作り食をしてると、結構、お金がかかります。なので、私は、半額になりやすい時間帯になるべくスーパーに行って、半額になっているものを買い占めて、冷凍しといて、手作り食を作る前の晩に、冷蔵庫に出して自然解凍したものを使うみたいな、そんな感じにしております。じゃあ、これはちょっとさっき買ってきたんだけども、はい。ということで、で、ちょっとね、ご覧いただきたいんですけれども、こちらですね、胸肉なんですけれども、これちょっとご覧いただきますと、ポストハーベストフリーのコーン使用と書いています。で、読んでみると、消費者と生産者が力を合わせて、飼料の中から大きな割合を占める輸入トウモロコシから収穫後の農薬散布、過去ポストハーベストアプリケーションをやめさせることに成功しました。みんなで利用することで実現しましたって書いています。ちょっと、何のこっちゃわかんない方もいるかもしれないんですけど、まあ、要はですね、普通の鶏さんには、餌、鶏の餌ですね、に、なるべくそのコストをかけたくないと思うんで、かけたくないんで、ちょっとね、農薬を散布してるような、大量生産できる安い飼料を使って育ててるわけですよ。で、でもその安い農薬いっぱいの飼料を食べてる鶏を我々が口にしたら、我々の健康状態どうなるんやということ、そういう問題がありまして、いや我々だって健康な鶏を、その農薬入った飼料を食べてない健康な鶏を食べたいよという消費者が増えて、だからその農薬ポストハーベストとかね、入ってない餌を食べてる鶏さんを選ぶ人が増えた結果、あ、じゃあそのもうその農薬散布するのをやめて、で鶏さんも健康いっぱいにね、その我々人間が口にする前までは健康いっぱい元気いっぱいで暮らしてもらおうやいうことで、健康な鶏さんを育てることを実現しましたよ、言うてるわけです。意味わかる？私。わかる？こちらのマグロさんはですね、天然のマグロです。で、これはそんなこともないイワシです。で、これもそんなことない普通のタラです。で、タラ高いからね。ちょっと半額で買う。そう、半額で買うんだな。なんで、こちら、アイガモですね。アイガモも普通に買うと、バカみたいに高いので、もう、絶対買うときは半額にしています。半額になってないと絶対に買わないね、こんなものは。確かにこんなん。こんな人間も食べたことないよ、アイガモなんて。ここだけだよ。こんだけたくさんのものから、全部使うわけじゃないですけど、鍋に入る分だけですけど、とりあえず今回はこれを使おうかなと思います。お肉も野菜も、いっぱい取れるようにですね、いろんな部位、いろんな、食材を選んでいます。で、なんでかっていうと、例えばですね、ちょっとヘルシー志向に魚ばっかりとかやったら、やっぱし栄養偏っていくし、お肉ばっかしとかでも、それでもやっぱし、魚にない栄養素が入ってないので、栄養が偏っていくと。ということで、で、まあ、なるべく肉もお野菜も食べれるように、しております。はい、ということで今回はこれを使っていこうと思います。ちょっとね、本当に実際ちょっと割高なんですよ、普通に。なんですけど、それでもね、やっぱしそんな怪しい、なんていうの、病気になるかもしれへんなっていう不安を抱えたりとか、ちょっともしかして体に悪いんじゃないかなとか思う食材を使うよりは、なんか安心できるし、やっぱその安心感が犬にも伝わるんちゃうかなと思って、うちでは、まあ、ちょっと一回飲みに行く回数を減らすとか、そういう努力をして、まあ、例えばブランドものを買わないとか、なんだろうね、お洋服も別にそんな頻繁に買わないとか、そういう感じで節約して、食材の方に回しています。でも、ここは病気になったら治療代でめっちゃ高いやん。そうね、うん、それ考えたらね、そう、まあ、これでちょっと分かんないけど、まあ、ちょっと分かんないですよ、元気出てくれてれば。やっぱりね、ドッグフードだけを食べてるワンちゃんだって、大往生で元気に過ごす、なんていうか、いっぱいいるよね、十何歳まで生きるとか、そういうのもあるし、手作りでね、いいものばっかりあげてたつもりやけど、もうほんとすぐ死んじゃったとか、病気になってとかあるし、だからそれはその子の持って生まれた天命やと思うけど、でもそれでもさ、その子が亡くなった時にさ、いやもう飼い主としてやることはやったよって
思えたらさ、残された方にも救いになるやんか。うん、うん、だから頑張るんですね。だから本当に、でもほんまに無理な時とかはドッグフードをね使っ、うちもあげたりとかもします。ほんまに、ね、やっぱできる範囲でいいと思うんですよ。手作り食作るにしてもね、自分ができる時にやっぱそれぞれの家庭の事情とかもあるやんか。お仕事とかね。そうそう、お仕事行ってたりとか、子育てに忙しいとか、うん、いっぱいあると思うね。めちゃくちゃ料理が苦手やとかさ、あると思うねんけど、だからもうできる範囲でいいと思う。ほんまにできへんかったらできへんかったで、犬にも伝わってるよ、分かってくれると思うしね。結局やりたい人がやりたいだけやればいいと思う、こういうの。まあフードだって今なんかね、そういいやつがいっぱい出てるな、っていうかそういうのに配慮してますよっていうのをいっぱいこう、うん、ワンワンカーニバルとか行ったら紹介されてる。そうそうそう、いっぱいあって嬉しくなる、ほんまに。例えば犬バカ屋さんだって、すごい人間が食べても全然大丈夫なおやつとか、そういうのばっかし取り扱ってくれてるし、そういうのね、いっぱい出てきてるから、なんかわざわざ作らんでも、お金に余裕のある方はね、まあ、そういうところから取り寄せてもいいんじゃないかなというふうに思います。飼い主の満足いうのもあるよね。そう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 、自己満っていうのもあると思う。で、いやこれだってあれやで、うん、2人がこう平日朝から晩まで働くやったらね、外で絶対無理やが。人間のご飯だって作るの大変やのさ、うん、そうそう、人間の飯だって買って帰ろうかってなるもん、うん、そうだからね。例えばうちの母はですね、ジョーのご飯を毎食手作りしてるんですよ。それはすごいなと思う、正直。私毎食やってんの？毎食やってんねん。だから作り置きちゃうねん、あそこの家は。すごいなと思う。ほんまにと思うもん。みゆ大好き。私はできへん、そんなこと。忙しいもんだって。お母さんも忙しいでしょ。まるでお母さんが暇みたいな。水は足した方がいいんだ。足した方がいいな。あ、そうそう、ほんで、ちょうどね。今ね、鳥こっちに入れました、鶏さん。だからこっちにカモを入れようかなと思います。なるべく一口サイズにして、まあココちゃん今でこそもう手作り食食べ慣れたんで、そんななんていうの、バカみたいに大きかったらそりゃ喉詰まるやろうけど、多少大きくてもね、頑張って、あこれは大きいなと思って自分で噛んで食べてくれるんですけど。あやってるね、むしゃむしゃするというか。いやむしゃむしゃするやろ、うん、でもさ、それがそれできへん時もあるかもしれへんから、うん、まあ、なるべく思わずゴッコンってしちゃっても食べれるように、うん、そんな大きさにしてます。あ、ほんでね、なぜ煮込み料理が多いのかなんですけど、グーワンはね、私今姉妹チャンネルで手作り犬ご飯グーワンっていう YouTube チャンネルも運営してるんですけど、それはそれは見栄え、正直めっちゃこだわってます。可愛くインスタ映えできるような見た目の、なんかご褒美的なね。そうそうね、ご褒美に作ってあげたくなるような、そんな見た目のご飯を作りたいなと思って、写真とかもまあ私のできる範囲でこだわってるんですけど、でもそれはね、なんでそういう風になったかっていうとね、手作り食が増えたらいいなと思ったから。で、増やすためには、あこれ可愛い、作ってみたいって思ってもらえんとあかんやんか。だから女子ってほら見た目大事やから、だからさ、それでグーワンの方はね、普及したらいいなと思うから、なるべく可愛く可愛くなるような写真撮りとか。でも普段ご飯はね、いいよそんなことしなくっても。だって犬はさ、見た目とか全然気にしないから、人間と違って。だからね、私普段はごった煮が多いんです。で、ちょっとお医者さんにね、ここもう1年以上前になるけど、1年以上前やんな、健康診断を受けた時に、ちょっとココちゃん血液が濃いから、ご飯水分たくさん取った方がいいかもって言われて、ご飯と一緒に。だからスープっぽい、ちょっと雑煮っぽい、おかゆっぽいってなんか分かる、そういうお湯を、お湯水分たくさんなご飯になるようにしています。だからね、普段ご飯はさ、グーワンみたいに炒めたりとか蒸したりとか、そんな凝ったことやってないです。もうグーワン以外は私はもうほんまグツグツ全部一緒に煮るって感じにしてます。それでも十分でしょ。味変わったらさ、十分じゃない？十分ね。人間よりいいもん食ってんの？
ごめんね。悪かったね。で、あ、で言っときます、あのマグロの血合いを食べるとうんこが黒くなります。それはもう食材の色でね。我々人間だってさ、ほら。何が言いたいの？いや、ちょっと私のうんこ事情をバラすことになるなと思って。やめたの、お察しください。はーい、ちょ、これね、意外にマグロって小骨とかがあるんだよな、血合いのとこ。骨は危ないから覗かないとね。あ、そう、あのタイとかアジとか、あの骨硬いやつ、鮭とか、あんなんは絶対骨はあの覗いてください。心配やったら使わないことだと思います。骨はね、本当に怖いです。あのパパだってちっちゃい時タイの骨が喉に刺さって死にかけてますから。そうでしょ？そう。そう、声がちっちゃい。犬はね、あの自分でほら取り除けないじゃないですか。もう人間に出されたものを安心して素直にパクパクいっちゃうので、やっぱしあの危険があるなと思ったら、あれやめといたらいいと思います。ちなみにこれ買った時さ、レジの人に話しかけられてさ、これ竜田揚げとかにしたら美味しいんですよみたいに言われたの。なんて言ったの？あ、はい。そっかみたいな。あ、そういえば人間用だったわと思って。竜田揚げして、なあ、今度するわ、これ100円やしな。したことあんの？作ったことない。余ったやつはまた冷凍するんですか？なるべくそうならんようにしたいんだけどね。余ったやつはあの基本的に人間のご飯にします。すごいな、発想は。普通我々の余ったもんをこうちゃんが食べる。逆、うちは逆になってきて、このだって偶話のために食材買ったりするからさ、余るんだよね。あ、これは骨がある。骨はピンセットで取る。そうそうそう、これ100均のピンセット。100均のピンセットいいよ、めっちゃ取りやすいから。私も何回か作ってますけど、正直魚より肉の方が楽ですね。切るだけやもんな。うん、タラはあのほぐれますから。そうそうそう、鍋の中で。タラね、結構身がほぐれるから。でかく切ってても大丈夫。あとかぼちゃとかもほぐれやすいから、私そんなにあの気ぃつけて細かくしたりしない。じゃがいもとか大根とか人参はね、そうそう、意外に根菜はね、根菜はそうやね。あ、こういうことになる。ういういうい、あ、しまった、トマトの方をタラにしようと思ってたのに忘れちゃった。お子ちゃん、すごい可愛い触り方して、どうしたの？なんか騒がしいから来たね。可愛い。内臓はどうしますか？内臓入れます。あのイワシはですね、もう基本的に全部ぶち込みますね、うちは。え、頭を？あ、頭は、あ、いや、尻尾も？イワシはですね、大体なんですけど、頭切断して。まあおやつにすると。そうそう。まあ今日はいいんじゃない。うん、なんか尻尾も切断しちゃいます。でもなんか尻尾さ、人間も食べたらちょっと喉刺さって上ってなったりするじゃん。うん、だから取るようにしてる。本当は別に全然食べれるんだよ。でまあ内臓をさ、やっと取ります。内臓取ります。適当でいい、本当にね、あの犬のご飯だから見た目全然関係ないんで、もうぐちゃぐちゃでいいです。これをさ、こっちまだ魚入れてないんで、入れてないよね、入れたっけ。入れてない、入れてない。しゃべりながら言ってるから、わけわかんない。しゃべりながら言ってるとわけわかんない。ほんでさ、あの骨さ、こうやってあの普通に取っちゃいます。これなんて言うんだっけ、あ、手開きして取っちゃいます。で、ほんとぐちゃぐちゃでいいから、全然犬だから。インスタにあげたいとか言う人は綺麗にしたらいいと思う。普段ご飯はインスタにあげようと思わないのよ、汚いから。ちょっと待ってね。うい、はい、いきます。ほんでさ、まあ、いや、イワシの種類によってはさ、すっごい小骨が、くっとい小骨があるやつとか、大きいやつとかね、グルメイワシとかね、あるじゃない。ああいうのはちょっとあの私も気をつけてる。あの気をつけて骨取り除いたりとかしてる。取り除いて細かく砕いたりとかね。でも普通のアジぐらいやったら、犬ってほんまに歯丈夫やから、あの自分でまずいなと思ったら砕けると思うんだよね。で、身自体はめちゃくちゃ柔らかいから、これぐらい粗いざっくりした切り方でうちは揚げております。で、今内臓と身が入りました。それでですね、あの残ったこの骨なんですけど、骨はあのもう出歯で叩きます。よいしょ。もうこれですね。
身が。でこの時にかなり服に血が飛び散るんで、それでエプロン必須です。骨まで食べれるんですよ。それでこうやってなんかちょっと手で触ったらさ、あ、まだ大きい骨残ってんなとかわかるんで、それがなくなるまでやってます。はい、かなりですね、滑らかなペースト状になりました。で、これね、ほんまに、なんていうのかな、滑らかな、ペースト状になるまで、戦うと、変に喉引っかかってさ、喉に傷がついたりとか、そういう心配があるので、不安な人は、骨なんか捨てたらいいと思います。もしくは、あれにする、素焼きにして、骨チップス、みたいにしてあげたらいいと思う。でも、わざわざ使う部位じゃないなと私は思うんですけど、でも骨の中にもいろいろミネラルとか入ってて、捨てるのもったいないから、私は、ほんまに頑張ってめっちゃ細かく砕いて、もう一緒に煮込むようにはしています。でも無理して骨使うことないと思います。余ったこの魚の頭ね、これは素焼きにしておやつにできます。で、おやつにするときも手でちぎって、まあ、一口サイズにしてあげたらいいと思います。最後にちょっと鶏のネックを入れようと思うんですけど、こっちの鍋に入れようと思います。こっちにも鶏が入ってるんだけど、なるべくさ、食材が毎日被らないように、本当はしたいんだよ。したいんだけど、ちょっと冷蔵庫の関係で、今回無理だったので、まあ、そういう時は本当気にしないで、ガスガス同じ食材入れていきます。基本的にそういう考えがあるんやなって自分で理解できてたら、それでいいと思います。なんかなんとなく帳尻合っていくから。まあ、うち冷蔵庫ちっちゃいし。冷蔵庫ちっちゃいの、本当ちっちゃいの。で、こうネックの場合は切るのすごい簡単。できる範囲でやればいいんだよ。そうそうそう、ほんまにそれ。いいね、焼き鳥屋さん行きたくなるね。で、まあ、犬ご飯なので、もちろん塩とか砂糖とか、まあ、料理酒とか醤油とか、そういうのは一切使いません。もう食材の味だけで、やります。ただし、お出汁を使うことはあります。人間が例えば味噌汁作ったり、茶碗蒸しを作った後の残ったカツオの出汁とか、そういうのは、使ったりすることもあります。あ、見てみる？これでも意外に食ったら美味しいよね。美味しい。何も入れてなくても。美味しいのよ。それがね、濃い味に慣れてる人は正直物足りないと思う。けど、結構美味しいよ。うん、美味しい。食材の味がね。ほんで、これから夏がやってきます。で、夏になると、やっぱしワンちゃんあまり外にいられないから、必然的に外で走ったりとかする時間が減ってきて、運動不足になってね、太りやすいと思うんですよ。で、うん、そんな時は、このタンパク質をね、大豆に変えて、植物性タンパク質に変えて、だから、豆腐？そう、そうそうそう、さすが。うん。だから、お肉をちょっと豆腐に変え、置き換えてみるとか、インゲンに変えてみるとか、そんな感じにして、ちょっと、調整していく。で、運動量が少ないとやっぱし消費するエネルギーも少なくなっていくんで、そんなにたくさんの量いらないと思う。あ、しまった。キャベツ入れるの忘れた。喋りながらだ。あと、こっちキャベツでしょうかな。うん。うん。よいしょ。うん。よいしょ。なんで最後にキャベツ入れる？なんか、形崩れるやん。あ、そういうこと。うん。いや、なんか、あと、壊れやすいかなと思って、ビタミンが。あんまり深い意味はない。壊れやすいのは豚肉とかのビタミンやっていうのは分かってんねんけど、なんか、私もそこまで詳しいわけちゃうから、なんか葉っぱだけ、まあ、気持ちの問題。そう、気持ちの問題。これは気持ちの問題なんですけど、葉っぱ類最後にしてます。まあ、野菜消化しにくいから、初めはね、ほんまに手作り初期の頃とかは全部初めに煮込んでたんですけど、最近は葉っぱ類最後の方に入れてゆっくり、軽く煮込むだけでも、ほごちゃん、うまいこと消化して、綺麗なんこを出してくれるのが分かったので、最近は最後に入れてます。で、あと白菜。ラスト白菜。手作り食を続けてて、まあ、健康そうに見えてもですね、年に1回とか、ちょっと定期的にもっとシニア犬とかだったら、もうちょっと短いスパンで、病院に行って、きちんと健康診断して、で、本当に今の食事内容が合ってるのかなっていう、確認、方向性の確認とかをするといいんじゃないかなと思います。で、ここは実際にそうしてます。やっぱし、私も資格持ってるとはいえ、別プロじゃないし、なんか不安なこともやっぱしあるんですよ。初めて犬飼ってね、何も知らない中で始めてるから。だからね、健康診断か。そうそうそう。だから私、たまたまほら、うちは花咲先生が身近におるから、メールとかで聞けたりするけどさ、そうじゃない人とかは、病院にかかって、で、自分の
合ってる、自分の作ってるご飯が愛犬に向いてるのかなっていうのを確かめながらやった方がいいんじゃないかな。あれもできるもんね、あのアレルギーのチェックみたいな。そう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 。でたくさん の, あのワンちゃん用のご飯の本とかも出てるし、もちろんグーワンでもあのたくさん細かくレシピ、載せてますから、そういうものを参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、これしばらく煮込んで火が通ったら完成です。これで4日分になります。でも大体よ、こっちの鍋大きいからさ、たまにちょっと多く作りすぎちゃったりとかするんで、まあ、そういう時はもうあるよ。でも帳尻合わせていく。はい、ということでですね、とりあえず4日分完成しました。はい、完成したのがこちらになります。ちょっとまだ熱々なんだけど、湯気出てる。うん、まあ、こんな感じですね。こちらとこちらで、なるべく食材が被らないように作りました。ちょっと一部ね、鶏肉が入ってますけど、ちょっと違う部位で分けてみたりとか、まあ気持ちの問題です。はい、で このね、鍋で、このちっちゃい方の鍋でね、だいたい2日分なのよね、うん、今まで経験上、うん、まあ、ここ あの2歳半という年齢ではですよ。ちょっと味見をしてみます、こっちとこっちで。はい、じゃまずこっちのちっちゃい方からこれぐらい食べてみようかな。はい、熱いんじゃないですか。まあ、どうぞ。ちょっとフフするわ。熱い。あぶ。うん。普通に美味しい。ちょっと食べさせて。まあ全然普通ですね。普通の、あ、入れようか。うん。普通のさ。ちょっとでいいよ。うん。ちょっと。普通の人間のご飯から考えたら、そら美味しいないさ。でも、犬のご飯やと思ったら美味しいよ。あ、私取ったのか。どうですか。うん、どう、割とうまいよな。あ、ほんと、うん、いいや。ちょ、混ぜたらあんまいいか。あ、いいね、もう多少いいね、多少はいいんですよ。じゃあちょっとこっちも味見してみます。熱っ。うん、こっちの方が美味しい。ちょうだい。うん、私こっちの方が全然文句なしに美味しいな。はい、あんしようか。やめてください。確かに。どう、こっちの方がいい。いや、あ、そっちの方が美味しい。まあ人間的には今回はこっちの方が美味しかったみたいです、うん、姉妹チャンネルの手作り犬ご飯グーワンではあんましごった煮っていうメニューはないんですよね。なんとかの煮込みとかいうのはいっぱいあるけど、それもなんかちょっと見栄えよくしたりとか、まあ綺麗に、まあ、最終的に仕上がるようにしてるんですね。でもまあうちでは普段はこんなもうぐっちゃぐちゃのドロドロのごった煮を作っています。なぜならこれが一番簡単だからです。洗い物も少なくて済むし、例えば炒め物とかしたらさ、ほら油も使わなあかんしさ、あれになるやん、洗い物めんどくさくなるやん、うん、だからうちではもう鍋2つでもう何日分かもう一気に作っちゃって、でこれで、まあ、数日間、まあ、タッパーに入れてな。そう、タッパーに入れて、食べてもらって、あ、これなくなるなって時にまた新しい食材買ってきて、でまた作るっていう感じ、またごった煮を作る。で週1とか週2で、まあ、グーワンのメニューをね作って、ちょっと見栄えも彩りも良くして、まあ、ここさんに目でも楽しんでもらうみたいな感じにしてます。だから毎食香りも違うし、食感も変わっていくし、食材によってやっぱ違うんでね、柔らかさとかね変わっていくし、まあ作ってても楽しいですよと思います。簡単やから。うん、はい、ね、ちゃんこんな感じ、こんな感じだよ。はい、今夜からこれです。私が思うになんですけれども、手作り犬ご飯ってほんま全然ハードルが高くないんですよ。私作るまではもう無理無理、そんな人間の料理だってそんな作られへんのにと思ってて、はい、思ってたんですけど、実際自分で作るようになってから、めっちゃ簡単やんみたいな、その大体でいいし、分量だってそんな細かくきっちり計算してたら続かへんから、要は、うん、で続かへんかったらもう意味ないし、まあね、うん、週に1回でも月に1回でもなんかスペシャルメニューでとかさ、なんか作って、続けていくこと、その毎日じゃなくてもいいから続けていくっていうのがやっぱ一番愛犬になって、あ、今日はなんかいつものご飯と違うぞって、こう、なんていうのか、交感神経が働くやんか、うん、だよなってる、うんうん、でそれがやっぱしその、わーこれいつもと違う、美味しい、なんだろうこれ、わドキドキワクワクっていう、この楽しい嬉しいっていう気持ちが出ると、やっぱしこれもまた体にいい作用、気持ちって本当に大事で、いい作用になって長寿に少しずつ少しずつこう近づいていくっていう、なんかそういうのもあるらしいので、まあ
時々できる範囲で、手作りのご飯、もうほんまにごった煮にしたらほんま簡単なんで、ぜひ作ってみてください。と思います。で、もちろん炒めたりとか、蒸し鶏作ってみたりとか、全然何でもいいと思うんで。で、もう食材でこれ犬食べれるか分からへんなっていうのはもう、大体検索したらネットに出てきます。うん、本とか買わんでもネットで簡単に検索できるんで、まあ安心できる、信頼できるサイト見つけて、調べて、まあ作ってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとこんな感じで、こちら。焼き上がりました。こちらがですね、先ほどの、イワシの頭になります。で、これ別に一気に揚げたらお腹いっぱいになっちゃうから、これで本当に、ちょっとずつちょっとずつおやつにあげるって感じですね。だからね、ワンちゃんがいると生ゴミが減ってくんですよ。じゃ、これちょっとね、ココさんお待ちかねなんであげようかなと思います。期待してるね。期待してるの。いつの間にいたの君。人肌に冷めてるのを確認してですね、このまま入ってあげると、急いでがっついて、喉にね、喉に詰まっちゃうかもしれないので、ちょっとこう、こんな感じで割ってみて、たら、ちょっとね、小太い骨が入ってます。それは私ちょっと心配なので、取り除いてるんですけど、まあ、こんな感じで揚げたらいいんじゃないかなと思います。昔はさ、そんなこと考えんとそのまま揚げててんけど、一回詰まりそうになって慌ててほんでやめたんね。うん、じゃあこれでちょっと揚げますね。はい、ここさん。待って。カメラのピント側まで待って。いや、もう大丈夫です。いくよ。よし。はい、焼きたてだよ。あら、おいしい。あら、おいしいね。カメラも向いて、カメラの方向いて。いいよ。はい。よし。あら、こんなご褒美、なんか鼻についてる。あ、大丈夫。詰まりそうになった。結構飲むんだよね。でも、うん、ほんまにあかんときは、あかんような顔するから。うん、一心不乱に見つめてる。また新たに崩したらやっぱしこの大きい太いのが骨が出てくるんで、うん、こういうのは取ってで残りをよし揚げます、うん、はい、ごちそうさまでした。もう終わり。信じられへんみたいな顔してる。もうこれだけよ、ラストよ。これもうこれで1個分か、うん、そう、頭1つ分ですね。これではい、最後よし。はいはい、どうですか。おいしいね。おいちい焼き魚、おいちい、もうないもうないもうないよ。はい、ごちそうさまでした。はい、朝ごはんです。まあ食べる量なんですけど、もう目分量です。まあちょっと上げてみて、体重の増減とか、見た目の太ってきたね、痩せてきたなとか、便の状態とかを見ながら、まあ判断していくんですけど、まあ大体ですね、胃袋の大きさが頭の脳みその大きさと一緒って、なんか、すいません、寝起きで声が言われてるので、まあ大体ココちゃんの頭の大きさこれぐらいかなって想像しながら、胃袋の大きさこれぐらいかなって想像しながら、入れてます。で、まあしばらく続けてみて、体調とかを見ながら、あ、この量で今のところ大丈夫そうやなっていう感じで、判断しています。はい。で、トッピングなんですけれども、ね、今日はオクラと納豆ときな粉、そしてちょっとだけオイルをね、入れてます。まあオイル何でもいいと思います。ごま油でも、オリーブオイルでも、アマニ油でも、まあ好きなオイルをですね、入れまして。で、ごめんね、お待たせしました。ちょっと待ってね。よし。どうですか今日のご飯は。もう見た目とか味の組み合わせとか何も考えなくても喜んで食べてくれるので。あ、でもワンちゃんによってはあれかもね、味の好みとかがはっきりしてる子もいるかもしれないんですけど、まあそれはちょっと長期的にね、まあ、作ってみて、あげてみて、あ、こういうのが好きなのかなとか、またはアレルギーとかがある場合もありますので、その辺とかはね、お医者さんに、病院のお医者さんにちょっと相談しながら、そうそう、子犬の時と、シニア犬の時は、まあ、もっと食べやすい食材っていうか、なんていうのかな、切り方にするとか、まあ、ちょっと工夫が必要になってくると思います。あ、でも、ココは今のところこんな感じで、まあ、食べますよっていう、そんな動画でした。今回はもうほんと見た目もね、何にも関係ないです。お子さんは食べれたらそれでいいって感じですね。量食べますね。こんな感じで本当に残したことが一度もないんですよね。
よく食べる子だと思います。すごいな。ドッグフードと違って食べる量が結構多いと思うんですよ。ドッグフードやったら、まあ、栄養がギュッと詰められてるから少量で済むと思うんですけど、食べる量がねかなり多いんですよ。なので割と胃袋膨らみます。だからめっちゃ太ったやんとか食べた直後思うかもしれないんですけど、大丈夫なんで、はい。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。長い動画になってしまいました。個展でね視聴者様にお会いした時に、まあ、本当によく手作り犬ご飯について聞かれたので、まあ、これはちょっと一本動画撮っとかなと思って作らせていただきました。もしねまだ需要あるようでしたらそのうちまた撮ってもいいかなという感じなんですけど、どうでしょうかね。じゃあまた。